音楽の日2024ナンバーアンダーラインアイメンバーの感動インタビューを徹底解剖平野翔、優太、神宮寺勇太が語る「音楽の日2024」舞台裏感動エピソード満載の独占インタビュー今年の夏「音楽の日」が再び私たちの元に戻ってきましたこの特別な日私たちはただ音楽を聴くだけでなくその背後にある物語 アーティストたちの情熱そして視聴者一人一人が感じることのできる希望を体験することができます「音楽の日2024」のテーマはホープ音楽の力このテーマのもと数々のアーティストが日本に希望を与えてくれた楽曲を熱い思いを込めて歌唱します番組の司会を務めるのは中井雅宏さんと TBS の安住紳一郎アナウンサー 今年も午後2時から8時間にわたる生放送で、多くの視聴者に感動と希望を届けることが期待されています。今年の音楽の日で注目を集めたナンバーアンダーラインアイのメンバー、平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんのインタビューは、多くのファンにとって感動的なひとときでした。彼らの言葉には、ファンへの感謝とともに、彼ら自身の希望や夢、 そししてて音楽に対する深いい愛情が込められていました。このインタビューを通して、彼らがどのようにしてファンとの絆を築き、音楽を通じて希望を届けようとしているのかを徹底分析してみましょう。インタビューの冒頭、彼らは自分たちの紹介とともに、ファンへの感謝の気持ちを表現しました。皆さん、こんにちは。ナンバーアンダーライン愛です。平野翔です。岸優太です。 神宮寺ユータです。このシンプルな挨拶には、彼らの温かさと親しみやすさが感じられます。そして、これを聞いてるあなたは僕たちにメッセージを送ってくださったということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。と繰り返し感謝の言葉を述べることで、ファンとのつながりを強調しています。続いて、彼らは今年のテーマであるホープ。 音楽の力について語り合いました。平野さんは、今年ももう少しわずかですけど、今年叶えたいホープに、させていただきましょうか、と言い、自分の希望を語り始めました。彼は最近植物に興味を持ち、家に新しい植物を迎えたいという希望を持っていると述べました。このエピソードは、彼の個人的な一面を垣間見ることができ、ファンにとっては親近感を抱かせるものでした。次に、 キさんは最近笑顔になったエピソードを共有しました。彼はシンプルに昨日うまいもの食べたなあっていう記憶と述べ、その日常的な出来事が彼に笑顔をもたらしたことを語りました。このエピソードは彼の素朴で自然な人柄を感じさせるもので、ファンにとっては共感しやすい話題となりました。さらに、神宮寺さんはファンの皆さんとツアーをしたいという希望を語り、 ファンとの交流を大切にしていることを強調しました。彼の言葉には、ファンへの感謝とともに、ファンとの絆をさらに深めたいという強い意志が感じられました。彼らの言葉からは、それぞれの個性や価値観が垣間見えました。平野さんの自然愛好家としての一面、岸さんの素朴でユーモアのある一面、そして神宮寺さんのファンを大切にする姿勢。それぞれが異なる視点から希望を語ることで、 彼らの多様な魅力が浮き彫りになりました。インタビューの終盤、彼らは音楽の日への意気込みを語りました。今年も多くのアーティストの方が出られると思うので、たくさんの人に刺激をもらいながら、僕たちも皆さんを魅了できるパフォーマンスができたらなと思います、と述べ、視聴者に対する期待と自信を示しました。この言葉には、彼らがプロフェッショナルとしての意識を持ちながらも、 ファンとの交流を大切にしていることが感じられました。音楽の日は、単なる音楽番組ではなく、多くの人々に希望と勇気を与えるイベントです。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちのインタビューは、彼らがどのようにしてファンとの絆を築き、音楽を通じて希望を届けようとしているのかを示すものでした。彼らの言葉には、ファンへの深い感謝と愛情が込められており、 その姿勢は多くの人々に感動を与えました。午後2時、番組は INI のロケティアからスタートします。彼らの力強いパフォーマンスは、初めてこの曲を聴く人々の心を揺さぶるでしょう。続いて、新しい学校のリーダーズが、東京コーリングを披露し、そのエネルギッシュなステージが続きます。里広美さんが、2億4000万の瞳とできるだけ、お歌い。 その独特のスタイルとカリスマ性で観客を魅了します。ジョーアンのラブシーカー超特急のジュブナイラ・ーミンミのシャナナ・アリスのチャンピオンと続きますが、どれも忘れられないパフォーマンスとなるでしょう。午後3時台に入ると、さらに多くのアーティストが登場します。エンハイプンのブロッサム・桜坂46の何歳の頃に戻りたいのか。ダパンプのパンプ・イット・アップ。 フィート・ドット・タクマ・ザ・グレートなど、様々なジャンルの楽曲が次々と披露されます。乃木坂46の月というのはロックだぜ、や、平井大の題名のない今日など、視聴者の心に響く楽曲が続きます。ボイミスト・ドア・のアース、ウィンド・アンド・ファイアー、ジャパニーズバージョン。ミー、アイのクリック・エル・イ・セラフィムの、パーフェクト・ナイトなど、多くの新しい才能が登場します。 爆風スランプの大きな玉ねぎの下でやファンキー・モンキー・ビー・ラムダ・バイズの希望の歌など懐かしい楽曲も取り上げられますワニマの旅立ちの前にもこの日の特別な一曲となるでしょう午後4時台にはさらに多くのアーティストが登場しますアイナ・ジ・エンドの,ホームの,暗き前の「大のクラキマイ」のシークレット・オブ・マイ・ハーシマズアヤの「I Was Born to Love You」など 視聴者に感動を与える楽曲が続きます。スパイアイルのオレンジ・ダイ・シー・イのアイワンダーディッシュの人帳下など、バラエティに富んだパフォーマンスが楽しめます。トゥモローエ o w X ト o g e t h e r の Deja v ジ,ジャパニーズバージョン。ロッコンソーシャルクラブのサマーオブラブ AKB48 グループの恋するフォーチュンクッキーなど、視聴者の心をつかむ楽曲が次々と披露されます。 ザ・ランパジの 100°NobodyNoes+ のココロオドル日向坂46のドレミソラシドファンタスティクスのブレイクラインなど、どのステージも見逃せません。午後5時台には、奥田民生の愛のために超と決めき宣伝部の最上級に可愛いの、長渕剛の乾杯など、視聴者の心に深く刻まれる楽曲が続きます。 新妻聖子のレッド・イット・ゴー・ありのままでニュージーンズのスーパーナチュラル・ユズの図鑑ヒッピーの君に捧げる応援歌など多くのアーティストが登場します午後6時台にはアリエーのかくれんぼ思いの丈の幾億光年キスマイ・エフティーニのサンク・ユージャンキングプリンスの何者三代目 J ・ソウル・ブラザーズのアウェークニング・ライト・ザ・アルフィーの星空のディスタンス・スガシカオのプログレスなど 視聴者を圧倒するパフォーマンスが続きます。ストーンズのアンセムや、パーティーピープル、にわ男子のサチアレ、フルーツジッパーの私の一番可愛いところ、マカロニ鉛筆のビンジューラブ、ゆりのビリミリオン、ゆずの虹、ワニマの共になど、どのアーティストもこの特別な日にふさわしいパフォーマンスを披露します。